島田市です。県内35市町のトップを切って、今日から島田市では先行給付分の現金5万円の振り込みが始まりました。給付された子育て世帯はどんな使い道を考えているのでしょうか。今日から18歳以下への給付を始めたのは島田市と焼津市。いずれも現金5万円を2回に分けての分割給付です。10万円一括給付を表明する自治体が相次ぐ中、なぜ分割だったのでしょうか。それはですね、島田市がどこよりも早く給付するという予定でいたからです。岸田総理大臣が10万円一括もよしと言った時には、すでに、この17日の振り込みの手続き、そしてまた保護者の方々への発送等も済んでおりました。残りの現金5万円については、島田市は来年1月14日に、焼津市は1月7日に子育て世帯の口座に振り込まれます。対象となる子どもは島田市が1万2000人、焼津市が1万6000人です。島田市が県内で初めての最初の5万円の給付ということなんですけども、これについてはいかがですか。そうですね、やっぱありがたいの一言です。子供が3人いるので、やっぱちょっとずつお金が生活費とかかかるので、食費とか生活費とか生活に使っていけたらいいなと思っています。今日5万円が振り込まれたんですけど、それって確認とかはしました。スマートフォン上で銀行口座を見せてもらうと、子育て給付金の名目で5万円が振り込まれている記録がありました。最初に5万円だけでも最初にもらえるととても助かります。この子のことに使えたらいいなと思ってます。お子さんは今お一人。そうです。今4ヶ月です。県内でいち早く5万円が手元に届いたものの、10万円一括ではなかったことについては、総理の話が少し変わったりはしたので、しょうがないかなって思うところはあるんですけど、10万円一括だとよかったなっていう気持ちはちょっとあります。まあそりゃ10万ポンってきたら嬉しいですけど、まあ、でも後からくれるんだったら、まあ、ちょっとずつ使えるので、まあ、ありがたいですね。もうこの支給自体が私もちょっとどうかなって思ってる方なので、不公平感もすごくあるし、まあ、将来的に最終的には税金がね、またっていうことも考えると、いいのか悪いのかは今は何とも言えないです。ただね、辞退する気もないですっていう。県内で島田市、焼津市のような現金5万円ずつの分割給付を選択したのは7つの市と町、静岡市、浜松市をはじめ28の市と町が10万円の年内一括給付を選択しました。県内で5万円相当のクーポンを選択した自治体はありませんでした。今回政府の方針が2点3点したことでですね、私どもも大変振り回されましたし、本来の意味での政策の目的が何だったのかさえも霞んでしまったということでございます。一括の10万円であろうと分割であろうと、現金をいただいたら嬉しいけれど、その時だけで終わりです。こういった施策を続けることが本当にいいことなのかどうか、私たちはもう一度考えなければいけない時に来ていると思っています。